スで行ってくれ。急げ孫悟空、ぐずぐずするな。あのラディッツとかいうやつが言っていたサイヤ人のことは覚えてないのか。ああ全く覚えてねえ。兄貴がいたなんてことも全く知らなかったんだ。何か戦いに備えて手がかりがあればと思ったんだがな。木が見せてくんのがわかんな。島に村があったんか。
鉄の橋が見えるぞ。あいつの弱点は多分尻尾だ。尻尾強く握れば息が抜けてしまうはずだ。オーラがそうだった。どうやって尻尾をつかむかだな。風車が回ってんな。え？ああ、ありがとう。よし。地図見た方がいいんかな。いいぞ。そろそろ下に降りて近づこう。無駄だ。やつは妙な機械で俺たちの位置や強さが分かるらしいぜ。俺たちが近づいているのも気づいているはずだ。そうか、真正面からやるしか道はねえわけだ。なんか嫌だな。さっさと片付けちまうか。すぐに片付けてやる。じゃあやってみっか。
Thank you.
どう？え？おお？ああ。あの、ああ、ありがとう。いいえ。よし、頼みます。
すみません。こんにちは。どう？お？よし。よし。こいつは。すみません。さて、いいですよ。あ、ヒヒヒ。どうです？なんと。ありがとう。あ、じゃあな。では。
ん？警戒信号が。戦闘力710。何？あのガキだ。クソ。反応がもう一つ、一つ、二つしやがった。貴様ら、決まってんだろ。オラの子と、オラの息子はどこだ？どこに隠しやがった？ギャーギャーうるさいからそこに閉じ込めただけだ。それより、まさか二人でかかれば勝てるなどというバカバカしい計算じゃないだろうな。身の程知らずとはこのことだ。我が一族の恥だ。死んでしまえ。勝負ってのはただ強きゃいいってもんじゃねえさ。こっちには作戦なんだ。少しずつ攻撃を強くしていってやるぞ。すぐに片付けてやる。その程度の力なら仲間にするのはやめだ。ただの足手まといになれそうなんだ。これまでだ。二人がかりでこれじゃまるで話にならんな。せっかくの忠告を聞かずに歯向かうような愚か者には死あるのみだ。貴様らが死ぬ前にいいことを教えておいてやろうか。俺の他に生き残った二人のサイヤ人はさらに戦闘力が上なんだぞ。孫悟空、貴様新しいとっておきの技なんかないのか。すまねえな、はっきり言ってねえよ。ち、俺は真面目に修行して新開発したってのによ。本当か？どう作戦を立てようが無駄だ。さっさとくたばってしまった方が楽だぞ。だがこの技は気を貯めるのにやたら時間がかかる。貴様、その間やつと一人で戦って動きを止めろ。わかった、食い止めてみっか。せいぜい踏ん張ってくれよ。魔漢光三宝。ふん、しつこいやつめ。よっ、よっ、よっ、力が。お遊びはこれまでだ。貴様だけだね。どんな感じに片付けられたいかの相談でもしていたのか。やられるつもりはねえさ。
し。死んでしまってはな。もうお遊びはこれまでだ。戦闘力を指先だけに集め、くそー、こいつら力を自在に操りやがる。油断したな。ちょっと疲れたぞ。貴様、いつの間に。でかしたぞ孫悟空、しっかり尻尾をつかまえておけ。もうやめた。おとなしく この星から引き上げてやる。騙されるなよ孫悟空。出任せを言ってるだけだ。頼む、信じてくれ弟よ。
お願いだカカロット、信じてくれ。貴様のような間抜けは珍しいぞ。まんまと引っかかるとはな。俺は弟であろうが殺すことに何のためらいも持たん。出る。そら、そら、もっと苦しみ、死は近いぞ。次は貴様の番だぞ。これでは避けられる。このガキ、貴様、まだそんな力か。ピッコロ、早くその技を。魔漢高殺法。くそ、この俺がこんな奴らにやられるとは。つまみやがり。まさかカカロットのやつが己の命を捨ててまで。バカめ、孫悟空はすぐに生き返ることができるんだ。この星にはドラゴンボールといういいものがあるんだ。そいつに頼めばどんな望みだろうと可能になる。くそったり。だがいいこと。これまでの状況は全て遥か宇宙にいる俺の仲間二人に、この俺がやられたことを知って、その二人がここにやってくるな。いつ1年、たった一年後だ。1年。さらに強い戦士が二人。今度こそ、貴様に1年の間に、せいぜい。なるほど、そういうことだ。悟空ってばお前らしくない。クリリン、死ぬっちゅうな、結構嫌なもんだな。まあな。でも安心しろ、すぐに生き返らせてやっから。消えたぞ。そうか、神のやつの仕業だな。しかし神様だったら。貴様らはドラゴンボールを探せ。神のやつとて命を蘇ったが、その孫悟空の息子は何？
嘘だろ。どうするつもり。このご飯とかいうガキは訓練次第で強力1年後にやってくるという2人のサイヤ人を迎え撃つにはそいつの力がいる。そのためにはこの俺が鍛えてやるしかなかろう。孫悟空が蘇ったら楽しみに待っていると伝えておくんだな。その頃、地球より遥か彼方の宇宙のある星で、ラディッツめ、死におった。情けないやつだ、まったく。しかし、面白いことを言っていたな、ドラゴンボールとか。どんな願いでも叶うらしいぞ。よし、行こう。ラディッツを生き返らせるんだな。冗談言うな。あんな役に立たんやつはもういらん。俺たちがこのまま年老いもせず永遠の命をってのはどうだ。永久的に戦闘を楽しめるぞ。なるほど、そりゃいいぜ。二人はドラゴンボールを使い永遠の命を手に入れるため地球へ向けて飛び立つのであった。というわけで修行させたく生身のまま伺ったわけです。どうかエンマ大王様、こやつを海王様のもとへ伺うことをお許しくださいませ。あーん、なるほど。天国へ行けるもの、わざわざ危険を冒してまで100万キロもある蛇の道を通り海王様に会いに行くというのか。はい、よかろう。そんなに行きたければ海王様のところに行くがよい。ただこの1億年でわし一人しか通っておらぬほど非常に険しい道のりだぞ。結構厳しいんだな。わかった。ところでさ、オラのちょっと前にラディッツっちゅうやつが来た。ああ、確かに来たぞ。あいつは地獄行きじゃ。暴れなかったか。暴れた暴れた。暴れおったがこのわしが取り押さえてやったわい。強えんだなおめえ。おめえと来たが、あのな、わしはエンマ大王だぞ。地球の神などより偉いんだ。分かっておるのか。要するにすんげえ強えってことだろ。全然分かっておらんな。強いのは当然だ。だが頭だって良くなければ務まらん。事務処理能力が肝心なのだ。事務処理？よし、このわしの仕事を理解できるようクイズを出してやろう。おら急いでんだけどな。やっぱりなし。そんな態度では海王様には合わせられん。ああ、そりゃねえぞ。わかった、クイズやるよ。最初から素直にしておればいいんだ。まあいい、それでは始めるぞ。全問正解しないと先には進ませんからな。うん、正解だ。ここまで暴れるやつはそうはおらんがな。よし、それでは次の問題だ。
残念だが不正解だな。もう一度よく考え。正解、わしの方がザなあ、地球の神よ。は、はい。そのよし、それでは。その通り、正解だ。何者だろうが死ねばここに来る。お前の兄がそうだったようにな。では次の問題。やるの、正解じゃ。まったく、ドラゴンボールというやつには参るわい。一度やったわしの仕事がなかったことになるんだからな。まったく、誰が作ったのかのなあ、地球の神よ。それはその、申し訳ございません。まあええわい、次の問題に行くぞ。残念だ。え？え？今五問目だぞ。何？ヒーフーミー。あら、ちょっと試しただけだ。わしの過ちを見抜けるかどうかという。それが真の五問目だったのだ。さすがにちょっと厳しい言い訳です。ん？聞こえたぞ、地球の神よ。お前が死んだら地獄行きにしちゃおうかな。お許しください。さすが地獄耳、なんちゃって。お前ギャグのセンスないの。まあええわい、海王様のところに行くことを許可してやろう。お、サンキュー、エマノちゃん。お前、やっぱりわしを尊敬しとらんな。そんなことねえよ。ねえです。まあ、ええわい。さっさと海王様のところへ行ってこい。ではな、頑張るのだぞ。あ、よくわかんねえけど、その海王様っちゅう人に会ってくる。